みなさんこんにちは、 NGT48 のひなたんこと本間ひなたです。さあこの枠もみんなで一緒に頑張っていきましょう。ということでテロップを書きたいと思います。テロップ、この枠は38分まで、よいしょ。で次が16時30分からとなります。あら、テロップしてない時あるのよね。なんでなんだろうね。同じこと2回打つ羽目になるのよね。はい、よし。それではこの枠はですね、ある方に電話したいと思います。電話します。ショールーム重いらしいよ。そうなの。あ、早い。もしもし。もしもし、せいちゃん。はい、やっほー。やっほー。はい、ということでせいちゃんに今電話をかけました。せいちゃんです。配信してるよ。はい。不思議な感じね。不思議な感じだね。電話しないもんね。え、そう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 、そうなの。嬉しい、ありがとう、出てくれて。いやいやいや、暇してたから。本当。持ち時間長いもんね、最近ね。そうね、長いね。でもさ、せいちゃんさ、料理のさ、うん、腕がさ、うん、腕に磨きがかかってる、いつも。本当。SNS 見てて。そう。なんかね、でもね、最近ね、包丁ね、うん、トントンしてるのが楽しい。もともと全然好きじゃないんだけどね。あ、そうなんだ。そう、料理は好きじゃなくてお菓子作りは好きなんだけど、うん、うん、確かに料理系やってるね最近ね。うん、やってる。ひなたもなんか作ってる？私も作ってる。自炊めちゃくちゃするようになったかな、このおうち時間で。すごい。うん、だからなんかね、今まですごいあんまり、うん、冷蔵庫にある余り物とかでちょっと作るねみたいなのなかったのね。でも最近もそれができるようになった。あ、素敵。めっちゃいいじゃん。そう、ちょっとステップアップした。いいね。早く会いたいね。ね、会いたいね、うん、寂しいね。寂しいね。女子力高い、うん、私は、うん、女子力高い。高くないよ全然。なになに、せいちゃん。ん？ひなたんのね、うん、SNS をめちゃめちゃ見てる。恥ずかしい。TikTok やってるんだ。そう、でもアカウントがなくて、でも、なんか研究生が最近始めたから、うん、それとか見てて、あと妹と一緒にいると、妹がめちゃくちゃ TikTok 見てる時間が長くて、うん、そう、それに影響されて、一人で遊んでる時間あるときに。TikTok インストールすらしてないもん私。本当？やばい。意外と面白い。面白い？うん。へー。そうなの。ね、昨日さ、アイスさ、同じの食べてた。ね、びっくりした。そう、ずっと気になってて、ピスタチオ。わかる。わかるの、すごく。ね、気になるよね。ピスタチオ、あのピスタチオのさ、形ってさ、なかなかなくてさ。うんうんうん。すごい感動だったんだけど、私あのアイス。本当？うん。私ピスタチオ歴浅すぎて。あ、本当？うん。ピスタチオアイスめちゃくちゃうまい、大好き。ね、美味しかった。食べた？食べ終わった。あ、食べ終わった。うん、今日食べた。今日食べた。うん、ね。あきちゃんも食べたかな？ね、あきちゃんも食べたかな？買ったって書いてあったから。そうね。じゃあ後で聞いてみる。うん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 、本当に早く会いたいね。またさ、一緒にさ、うん、カフェとか巡りたいね。そうだね、行きたい。うん、いいな。そう、全然ね、うん、出かけられないから ね、 そうね、悲しいね。寂しいね。寂しいね。うん、ひなたん家来たの3月だっけ。うん、そうだね、Mステの時だもんね。もう2ヶ月ぐらい経ったってこと。やば、早い。やばい。せいちゃん家にお泊まりしてから、ね、もうそんな経つんだ。うん、へえ、早いね。早いわ。
あっという間だね。そあっという間、うん、もう5月10日だよ。ねえ、早やばもうすぐ夏になっちゃう。やばいやばい、夏が始まる、ね、私怖い怖い。私さ、なんか洋服をさ、うん、なんかイベントとかないからさ、買わなさすぎてさ、うん、なんかやばいから最近お買い物に目覚めた。あ、本当？うん、逆に私は自粛してる。自粛してるそう、家にね、うん、思ったらね、めちゃめちゃ洋服があって。うん、確かにせいちゃんお洋服持ちのイメージあるもん、すごくめっちゃ持ってるから、一回本当に欲しいものだけにしようと思って、うん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 、自粛中。自粛中なんだ。なんか買った日だった。私はレースパンツと、うん、あと黒いキャップ買ったかな。あと短パン、せいちゃんに感化されて短パン買いました。うん、あ、本当？なんでそんな買ったの？感化された。そう、せいちゃんがさ、あの、うん、ショートパンツにハマってるって言ってたじゃん。ああ、うんうん、そう、だからなんか、あ、私もちゃんと足出そうと思って、おー、そう、ショートパンツ買った。ひなたの足を見たい人がいっぱいいるよちゃんとおもろい ね、嬉しい。せいちゃん本当にありがとう。うん、また電話しようね。うん、うん、またね。うん、ありがとう、本当に短くてごめんね、うん、もっと話したいけど。うん、アイスの報告楽しみにしてます、うん、はい、わかりました。インスタ見てるからすごいありがとう、うん、うん、じゃあ ね、うん、バイバーイ。ありがとう、うん、バイバーイ。バイバイ。はい、ということでせいちゃんとお電話しました嬉しいですね、せいちゃんと久しぶりにお話できたのは。せいちゃんありがとうって、ありがとうって、ひなたの足見たいって、やばー。じゃあいつかね、いつか見せましょう。いつか見せる時が来ると思いますどうでしたか、せいちゃんと私の。あ、この後は見れない、お仕事で見れないのね。そうね、頑張ってね、お仕事ありがとうひなたんすごく嬉しそう。え、嬉しいもん。うん、嬉しかったです。姉妹だった、ほわほわするって。久々に声聞いた、確かにニマニマしてたゆったりと時間が過ぎててよかったよ。確かになんかずっとあんな感じでせいちゃんとずっと喋ってるもん。母上よりも母上っぽかった楽しそうでよかったって、恥ずかしい恥ずかしい、デレデレしてた癒されましたね。はい、せいちゃん本当にありがとうございますね。みんなもちょっと私とせいちゃんとのやりとりにほっこりしてもらえてたら嬉しいなと思います。はい、お、ミッションクリア、お、ありがとう。9分配信のところ多いよね。はい、というわけで次の配信も9分配信です。4時半から、はい、9分間配信するんですけど、次回もちょっとある方にお電話したいなと思ってます。よかったら、はい、見てください。というわけで、はい、了解です。了解、了解ですかこの配信、この枠もたくさんの応援ありがとうございました。この後も一緒に頑張りましょう。というわけで、またね。ありがとうございました。バイバーイ。